ゃあアレンジお願いしますって言われて、自分としてこう良かれと思ってやったリハモがダメになっちゃうパターンってすごいあるので、人からもらったアレンジをするとき、まずはメロディーがコードに対してどういう意思を持って成り立っているかっていうのを捉えるっていうところですね。でここの長さも重要です。やっぱねベースはどこまで行っても音感ですね。浮遊させた後にメジャーセブンス入れると多幸感が生まれます。ヒューマナイズとかっていうのも人間感出るんですけど、ベロシティも結構人間感出ます。やっぱ裏メロがいいと今度名曲になってくんで、フラットフィフスとかシャープフィフスとかそういうのってなんかねグッとくるポイントを持ってるんで、セカンダリードミナントって呼ばれていて、キー C メジャーにはない音が入ってるんですよね、ソシャープっていう。実はこういうのを使う時がめちゃめちゃチャンスで、ドレミアソラシドにない音に行く、つまりこう今ラのフラットが出てきてるんで、もう率先してこれラのフラット行ってます。これで聴いてみましょうかな。作曲家の白戸です。今日は、前回の第1弾の動画で作曲動画をお見せしたと思うんですけれども、今回、ね、第2弾でアレンジ編ということで、前回の肉付けといいますかアレンジを少し進めていこうかなという動画になってます。いろんなアレンジの方はあると思うんですけれども、2日間にわたって、まあ、自分でできるもの、僕の持ってる、まあ、持論になっちゃうんですけど、そういうので進めていけたらなと思ってます。今回は、僕が前回メロディーを第一弾で書いて、今回アレンジするっていう、まあ、企画でやるんですけど、これ自分の曲だからまあ分かってるんですが、これ他人の曲の場合なんですけどね、まあ、どうするかっていうか何を念頭にやるかっていうことなんですけど、まあ、その発注とかもある上でデモを作った人、最初に作った人がコードとメロディーをどういうふうに捉えてるかっていうところをまず考えるわけですよね。で何かちょっとピアノ弾くと、例えば、まあ、ミファこんなメロディーがあったとして、デモではだとします。もう普通です、普通なんですけど、じゃあアレンジお願いしますって言われて、このなんか普通だなって思ったとして、これをで変えちゃった時にこれいらないかもしれないんですよ。そんな切なさじゃないんだよみたいな。もしくはなんか分数コードとか挟んでこういうなんかこういうことやり出す、これが本来の趣旨と合ってんのか合ってないのかという、例えば今の言葉で表すと僕的にはちょっと壮大に聞こえちゃうんですよね。でも最初のは等身大みたいな感じです。でこっちは切なさ狙いみたいな、自分としてこう良かれと思ってやったリハモがダメになっちゃうパターンってすごいあるので、人からもらったアレンジをするとき、まずはメロディーがコードに対してどういう意思を持って成り立っているかっていうのを捉えるっていうところですね。これをまずは一番大念頭に置いてます。だからつまりメロディーの持ってる行きたいところを邪魔しないっていうところです。じゃあ、前回のやるんですけど、まあ、実は前回から結構時間が経っているので、再生したいと思います。という曲になっておりました。まあ悪くはないなという感じなので、
一回そのコードのハーモニーが大丈夫かっていうところと、まずドラムをねちょっと一緒に打っていけたらと思うんで、一旦この雰囲気で多分入れてたと思うんですけど、ね、このギターとかちょっと一回消して、メロディー と、コードとドラムで打っていきます。まあ、ピアノはねなんか全体の雰囲気を入れてるんで、よいしょ、多いですね。あのピアノでざっくりアレンジの土台を打っといて、ドラムから固めるみたいな感じです。でも割とイントロが今つけてないので、出だしとかもしかしたら変わるんですけど、とりあえず一旦打ち込んでいっちゃってます。ということで打ち込んでいくんですけど、まず打ち込む前に音色をとりあえず暫定で入れてたので、なんかもっと違うのアウタルのないかなというところをちょっと探してみたいです。ちょっとサビ開けた中ぐらいで聞くと、なんか悪くないんですけど、もうちょっとスネア低くてもいいかなみたいな感じが、なんか、スネアを低くすると、例えばシンセとか、まあ、ストリングスとか、まあ、ブラスあるか分かんないですけど、ヒラヒラさせると結構華やかとかな方向になっていくなと思っていて、その中にちょっとどっしりじゃないですけどね、中域以下で低めにいてくれるとなんか安心するというか、ヒラヒラいる中で下で支えてくれるあったかさみたいなのは得られますね。でこれスネアとか編集するのに、このインストルメント画面というのがあるんですけど、これはショートカット入れておくとすぐ編集に入れるので、まあ、僕なんか例えばシフトプラス i とかでショートカットに入れてるんですけど、とても便利だと思います。こいつっすよね。でちょっと選んでいきたいんですけど、アンプログレスってなってきた、なんかこれでずらしていくとちょっとね、なんかやっぱオーディオ下げたような感じが否めないですよね。でも理想的にはこんぐらいの低さが欲しいかもしれない。ちょっと短い方がいいとなぁなんて思っているので、このエンベロープ&オフセットっていうので、ちょっと前回だとこういう長さなんですけど、まあ、ほんとちょっと削るぐらい、これないとあるとこんぐらい。キックもこういう感じなんだけど、まあまあやっぱこれもちょっと短いと嬉しいな。うん、で作業をするときは、実はモニターの音量は上げておいて、フェーダーはちょっと下げとくっていうのがいつもやってる方法です。なんでかっていうと、なんか作業しててそのドラムの音が小さくなってくると、なんか上げたくなるんですよね、スパンスパン言わなくて。でそうすると結局割れる方向に近づいちゃうので、モニターする音量を大きくしといて、ドラムの音量はいじらないってやっておくと、最後に困ることがないです。そうです、上がっちゃうんですよね。でちょっとスネア聞こえねえなみたいな、それ上げちゃうんじゃなくて、モニター上げてドラマかもう気持ちいいところで変えないっていうね。そうですね、僕サビのスネアの音量に合わせて、他の整えるんですけど、やっぱ24の2拍目と4拍目にあるスネアはやっぱバッシリ出すようにしてます。でゴーストはちゃんと下がってるかっていうのを見直していきますね。でやっぱ収録されてるサンプによって音が違うので、例えばこの辺のやつをやっぱキックで強く出したいんですよ。で127にするとなんていうの、粗い音になってったりもするので、そうですね、まあ、この辺でも全然いいかなとは思うんですけどね、このキックのサンプルにしては。ちなみにどのぐらいで入ってるんだろうって、これベロシー117とかって今上に出てるんで、まあ多分その110とかなんですかね。そうです、ベロシーは結構やっぱ細かく作るとなんかリアル感が増します。タイミングをヒューマナイズとかっていうのも人間感出るんですけど、ベロシティも結構人間感出ます。でちょっとベロシティを少し打ち込んでいきます。これがやっぱビチってなっちゃうとなんかちょっとちげえな、そんな気合い入れるとこかと思うけど、これまあこんぐらいで聞こえていたいじゃん。でまあ確かに全部ビチなんですけど、特に頭のクラッシュのとこはバチッと入れて、それ以外ちょっと下げとくって感じかな。とはいえ127マックスだとしたら
サンプルがちょっと変わる120とか121ですね。やっぱこのなんか音の高さがちょっと違って聞こえます。わかるです。でこうクラッシュのとこはやっぱそういう風に入れておきます。なんか多分やっててもズズッとあるズズッダッダーンって気合い入れたくなるみたいな感じですかね。まあなんか100から115ぐらいまで変わんないですね、あんまね。なんでスネアね、こういうとこかな。でここのハイハットだけちょっと打ち込み直しましょう。ここでもいいんだけど、よいしょ。ちょっと不規則すぎるんで、右ステップ入力で僕やっていくんで、これ実際なんですけど、まあ僕の場合製品として納品する場合は割とドラムは取りたいなっていう派なので、ドラムは取ることを前提に打ち込んでます。なので割とこう一つの波を作ったらこうやってコピペしちゃうこともあるし、なんだろ、予算がないとで打ち込みじゃないとできないときはもう全部リアルタイムで一回弾いてっていうのもやるんですけど、ちょっと今日はそのいつもやってる撮るだろうっていう前提でコピペしていってます。これおまじない程度ですけど、スイングみたいなのちょっとかけておきますね。ちょっと細かいゴースも足しながら、なんかこの辺ちょっとここまでのサビとは違う、なんかサビアルファみたいなとこなんで、ちょっとハイハットの種類もこの辺で変えてみようかなみたいな。そうっすね、開け具合の違いみたいのが入ってるんで、これ完全に閉じてるんです、クローズですね。この辺はちょっとオープン、ゴーストを、でちょっとここの大きな決めにめがけて、ここは少しね、閉じから開けていくみたいな。なんか上に行けばこうやって開いていくんで、クレッシェンドをこれも演出できます。ちょっと多分アウトロももしかしたらつけるんですけど、ちょっとそこに目がけて最後タムにします。バラ巻きがあるんで115、やっぱこういうアタックのとこはちょっと強くで、特にシンコペーションで脅迫を食ってるとこのキックも強くいって、ちょっとスイング 3% ぐらい入れておきます。ここはアタックとはいえ別に127じゃなくてもいいか。16分入れたくなってくるな、これハイハットシャカ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 やりたくなる、ツツ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 ツみたいな。口ドラムね、すごい大事、ほんとベースとかもすごい、今日だからいっぱい口ドラム出るかもしれない。こういうとこも少し走っててくれるぐらいが嬉しいんですよね、ほんとはね。ところは少しちょっと全体走らせちゃうとね、あれなんだけど、だったらリアルタイムでマシンとかで打ち込んだ方が。4ティックだけ前にずらしてますけど、あ、いいかも、4ティックだけずらそう、ジャストで揃えると、これジャスト4ティック、あ、でやっぱ4ティックでちょっとやっぱ結構違ったわ。で本当はこういうとこもちょっとベロシを下げておきます、裏。一概にこう弱拍のベロシーは70とかね決めない方がいいですね、まあ、指標としてはいいけど。よくドラムでダカダカダカダンとかね、ダンダカダッダンダカダンとかやるんですけど、これ16分フィルは割と少し跳ねてる方が面白いっていうのがあって、3パとかそういうレベルじゃなくて30ぐらいにしてみます。
46行き過ぎかな。まあちょっともたってる感も出て結構好きですね。60これちょっとやりすぎかもしれない。ちょっとやりすぎ。やっぱ40前後の16ビル。このゴーストもちょっと小さくてもいいかな。これなんかフラムにしてもいいかもしれない。この16部ももうこれも趣味ですね。なんかやっぱ16部のフィルってがっつり合う人と走ってくれる人がいて、やっぱ走るのって俺結構好きなんですけど、やっぱそれをちょっと演出するとどうなるかみたいな。やっぱ他のパートちょっとずれてきたんで、そんな大げさにはずらせられないんだけど、やっぱ10以内かな。味っすね。あ、なんか少し走って焦げてんなみたいな、でもいいなみたいな、まあ、こんぐらいは入れちゃうかもしれない。なんかやっぱドラム入れると結構細かい印象が出てくるんですけど、それって例えばスタイラスのループとかでも補えたりもするし、なんかどこでそのフレーズを明確にするかっていう問題で完全に趣味なんですけどね。僕はただ手数が多い方が好きです。でこういうところなんか特にあれっすね、さっきのなんだろう、人間の揺れみたいのを入れてきます。ちょっと打ち込みなんでね、やっぱベロシー近くなるとマシンガン状態になっちゃうんで、スイングをかけつつ、ちょっとこの辺走っちゃった人みたいにする。部分的にですね、これは先ほど走らせたくないんで、それなんか下手なドラマになっちゃうんです。これは本当どうなのか分かんないですけど、キックとハイハットを同時に打ち込むとシンバルがそんなに目立たないでガシッとくるんですけど、後ろにするとさらにシンバルの感じが埋もれて、シンバルキックよりちょっと前に出すとやっぱシンバルが目立ってくれるっていうのがあるんで、なんか今そんなに出さないんで、ちょっとキックを先に出してクラッシュはずらしたまんまにしておきます。まあ言うても2ティックスね、言うても2ティックス、ほんと差あんのかっていうレベルですけど、もう僕のおまじない気分です。でこういうところでちょっと全開にしちゃうとビチビチ言うキックなんで、あんまりここは全開にしない。これですね、ビチビチやね。ビチビチしないのはこうやつですね。今ここに隙間ができるんで、ここですね、ドン。あとで何か入れるだろうなっていう予想です。アレンジでもし何か入らなそうだったら、多分これ伸ばしてもね、面白いと思うんですよ。こんな感じで、でちょっとピアノも動かしてみよう。とりあえず今バシッと、まあちょっとイントロなしアウトロなし状態ですけど、次はあのね、ベースってやつに行きたいんですけどね。モードベースっていうのは刺さってるんで、一回これで入れていきたいと思います。これも右のステップ入力で行きたいなと。伸ばしてこういうことかな。いや、いらねえな。なんかドラムがこうキックを打ってたんで、まあ、ベースの打つ場所をこう暗示してるわけですよ。そのお決まりですね。ベースの長さによってこれもノリが変わるんで、このベースの長さが8分音符とも4分音符とも全然違うんで、これなのか
これなのか、はたまた2分音符みたいなっていうと、やっぱこのなんか決めてるっていう中で言えば四分音符が一番落ち着いているような気がします。ちょっと一旦これで入れておきます。最初のね初期衝動というのはちょっと大事に、でこの辺なんかは出だしだし、ドラム動いてないし、まあ、なるべく邪魔しないように白玉、白玉って言って長めの、音符ですね。ちょっとこの辺動きたくなりますね。そのアレンジってまあ、立体的にしてった方がいいじゃないですか。リズムは入ってんだけど、歌いて後ろの人しかないんで、いわゆるちょっと平面的なんですよね。で平面的なとこもいいんですけど、結構平面的なのはこの辺の印象かな。こうやって止めるだけでも立体的になるんだけど、ちょっと平面的な続きすぎてるから、ちょっとこの辺で動くと面白いかなみたいな。例えばここメロディーがデー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 ってやってるから、あとでストリングスでデー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 みたいな追っかけフレーズオーブリガートとして入れても面白いんですけど、それにしてもちょっと平坦だなみたいな。ここで僕は動いてあげます。まあこの程度ですけどね。ここ F シャープハーフ D にしていて、ファシャープラドミなんですけど、まあ、元は D7 の形なんですよ。でコードにはレは入ってないんだけど、案にレを暗示してる部分なので、別にこんぐらいコードトーンに入れても大丈夫です。でもそんな話をしていたらメロディーがミーレって動くから、ここ D にしてあげたくなってきちゃった。これちょっと気になってきたな。ここですね。ちょっとコードをちょっと変更させてます。ここが F シャープハーフディミッシュで、こっちは、D4 F シャープにしてます。こういうことですね。そういうことです、そういうことです。例えばここレのままでずっと D4F シャープでもいいんですけど、なんかやっぱ2をサポートしてあげたくなるっていうか、なのでここは思い切って F シャープハーフディミッシュ。そうですね、細かく切る。まあただこれ言うとあれなんですけど、その2度って難しい問題で、今ここ例えば D の D4F シャープ、まあこれよくある形なんですよ。Am7 Am7 on G、まあ、Am on G、まあ、これ C になってるけど Am on G で、このベース下がってこの D に行くっていうクリシェっぽいやつですね、まあ、よくあるんですけど、そのよくあるここをこのハーフディミッシュにするか D にするか問題ってよくある。これ慣れるとねよくやるんですけど、で、まあ、D にしがちなんですけど、今メロディーがミーレって言ってるので、メロディーとやっぱ一緒に見てあげると、まあ、どうしてもこうやりたくなっちゃうなみたいな。ざっくり打ち込んでる時はね、もう別にざっくりでいいんですけど、こうやってアレンジを詰めていくと細かいブラッシュアップが必要になるとこが、まあ、こういうのを入れてあげてます。まあ、さっきの F シャープハーフディミニッシュから D にしたように、メロディーをサポートするしないって重要なんですけど、しなければしないですんなりいきます。すると重くはなるんだけど多彩になります。でちょっと今やりたいのがこのミーレーミド、ここで今 Am が鳴ってるんですけど、ラドミの上でレーミドを鳴らすんだったら、これもよくあるんですけど、G4A という下が A で上 G、 これもすげえよくあるやつなんですけど、これを入れるか入れないかの検討は よくやってますね。少し多彩になるわけなんですよね。でこれなくてもいけます、なくてもいけます。
こっちの方がすんなりいきます。さっきのがなんかさっきのが説明臭いというか、これは好きな方を選びましょう。せっかくなんでこうしておきましょう。後でいらなくなったら変えましょう。で、ベース、そう、あの弾いちゃいます。そう、ショートシャープ、あ、みたいな感じで打ち込んでおきますね。で、今こう打ち込んだまんまだとちょっとここの長さが足んなかったりします。こういうとこはちゃんと伸ばしてあげる方が四分音符いっぱい。で、ここはちょっとスタッカートぐらいですね。で、この人あのゴーストノートです。これも長さちょっとしっかりしてあげて、この人で、ここもなんかやっぱ繰り返しなんでこっちと同じぐらいの長さ。こういうとこだけは細かい俺なんですよね。長さはこうコピペし、数値でコピペして、このゴーストノートっぽいのも入れといてあげる。よし、まあ、ここまで入れまして、コード的には Fm7 on Bb ですね。で、ここも手入力で入れるんですけど、クイですね。Bb がクイ。一回クオンタイズをかけて、このね、これもいろんなパターンあるから一概にですけど、ターツタッターですね。ターツタッターの前のそのこのターツタ、ここは短くしとくとちょっとかっこいいですね。短くしすぎるとね、やばいですけど、これもスタッカート、まあ 70% 引き締まる感じがします。この辺でベースお得意の8ビートやるといいですね。ピアノがラフで入れてるんで、ピアノがなんかオクターブベースとか入れてるんですけど、まあ、ちょっと一旦無視して、これちょっと難しい問題にまた突き当たりました。これもよくあります。デモで勢いで入れてるからコードが今ここ食ってんですよ。食ってんだけどドラム食ってないみたいな。これはいいんですけど、じゃあベースどっちに合わせるみたいな問題ですね。なんでこれ食ったかというと、多分メロディーが食ってんですよこれ。まあこれはこれね、じゃあ例えばこれコード食わないってなると、これまたねちょっと違うんですよね。やっぱちょっとパワーが出ないですね。だこいつコードだけはこう食っといて、いわゆるアンサンブルのが食うんじゃなくてピアノだけ食ってるっていう。じゃあこれピアノがもしなくなったとしても、じゃあアコギだけが食ってるとか、そういうことですね、イメージでは。そういうことです。合わせた方がすっきりするんですけど、あえてずらすみたいなのはまあ楽しいですね。でこの辺はこういう感じでいけんじゃない。メロディーが食ってるんで、あのちょっと休符あるんで、ベースもちょっとここ入れます。この辺ほんとここは休符じゃなくて、下に動かして目立たない風に活かせよう。下に活かせます。こういうことですね。これなんかこのままいるとなんかあんまり合ってるように聞こえないんですよ。わかります？なんか熱量、メロディーの熱量に合わせてあげる。で、ただこれなくなっちゃうと今寂しかったんです。なので間違ったみたい、そう弾かないって約束だったじゃんみたいな、そうやってリハやったじゃんみたいな感じなんですけど、ここを下にやって、
ベース感とかそのベースが打ち出してるリズムの感じを損なわず入れてあげてるかなという感じです。あ、やっぱこれいつも俺悩んでるやつですね。でこういうちょっと浮遊したコードってめちゃくちゃチャンスで、ストリングスなりベースなりピアノなり遊べます。なんか浮遊した瞬間にいわゆるそのスケール上でフレーズやると、なんか聴いてる方はわどこ行ったんだろうみたいな、アウトしたファンタジー気分になりますね。ファンタジー気分、これ5弦っぽいんで5弦でいけるな。これ5弦の E フラットね。ベースって4弦だと下がね、あのベースは4弦だとここまでしか出ないですけど、この下まで出ちゃうみたいな。ちょっとなんでそこからフレーズを作っていく。こうだな。これ今コードが Fm7 on B フラットにいってるんですけど、そのこっちは Fm がここ Fm7 B フラットなんですけど、普通にファーシーってやるよりもシにめがけて2音ぐらい使って半音でダーンダーンダーンみたいな、半音で2つ分ぐらい使って移動させてあげると滑らかな動きが作れます。まあ、ベースの定石みたいな感じですね。であと、ベースでよくあるのがオクターブ移動ですね。5度とオクターブ、まあ一番やっぱベースってルートと5度で動くことが多いというか、まあいろいろあるんだけど、ルートと5度を動くだけでも生きれるんだけども、オクターブの2度上、このだから E フラットっていうコードだったらミのフラットの上なのファから引っ掛けてデン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 ってこうやることが多いです。でこの時にこの F をスライドさせてあげるといかにもベースらしくなります。ドゥドゥンドゥンドゥンみたいな感じですね。入れてみます。でモッドベースの場合は、ピッチベンドで、よいしょ、難しいな今これを4弦で打ちたいんですね。これ5弦で4弦で打ちたいんだけど、モッドベース上でこの3弦になってるんですよね。まあ、良さげに見えるんですけど、やっぱこれ響き違うんで、これをまあ4弦で弾かせてあげます。で今これこれ打ち込んだんですけど、これ何かっていうと、ここ打つとフォースイーストリングスっていうキースイッチがあって、これ今まあこれ普通にやっぱクリックするとここなんですけど、これを入れながら弾くとですね、この4弦を弾いてくれるはず。そうですね。なのでそのまんま引っ張ってあげる。ああ違う違う、これは3弦、これは3弦でいくんで、3弦っていうのはフォース A なので、ここまではいいんですけど、その後もなんかね上の方の弦いっちゃうんで、ちょっと、この辺まで引っ張って、設定めんどくさいんだけど、入れる入れないでちょっと違うんです。これ入れないとでバキバキバキみたいな。そうですね、これ細かいですけど、入れる入れないでクオリティ変わるんで、入れられる人は入れましょうっていうところですね。問題がここなんだよな。このBメロみたいなところの前半はちょっとスタッカート気味でいこうかなという考えです。ここも今打ってたけど、ここもスタッカート気味。スタッカートの長さにもねいろいろあるんですよね。そのスタッカーティシモとかで、この辺になっちゃうと結構スタッカーティシモまでいかないけど短すぎる。もうちょっと半分 50-60% って感じですね。このやっぱ音楽の長さで全然違うんで、これにしちゃうとね、で少し長めにしとくとスタッカートなんだけど、まあどっしりはしているという、まあ、このノリでいこうと。でちょっとここもこういう感じで、ちょっとこの辺で少し動かしてもいいかななんて思ってますけどね。
でベースはやっぱね動かすすぎるとアンサンブルがぐらつくんで、なんかちょっとチャチャ入れたぐらいがいいんですよやっぱ。でさっきこのナインスからルートに当てるってやったんですけど、このオクターブ上がんなくても実はちょっとやったりしますね。ここドドドドドドってついてるところでドドドドドレドドドとかこういう感じ。これだけでもちょっと違う、ドドレミドドでも違いますね。これね、これもう本当趣味ですけど、僕だったらあのベースヒッサーでやっぱ手癖でここはやっぱいっちゃうかもしれないですね。でここなんですけど、これねさっき言ったように初期衝動みたいなね、その作った時のインスピレーションで、これ良かったんですけど、やっぱここ聴いてくるとこうなんかね、こう今コードで言うと F ヨド入れてて、その後この2度のメジャーっていうのがこの D7 ってやつくるんです。 D っていうのはレファシャープラなんですけど、メロディーが今ここソーシドーって言ってドに行ってるので、これレファラだけだとドがないのでコードにもドを入れてあげてます。まあ、さっきで言うサポートみたいなもんですね。これもちょっと説明難しいんですけど、この2度のメジャーセブンスをコードで鳴らして、そのこれキーが C メジャーですけど、そのキーのトニックがメロディーになってるパターン、これよくあるんですけど、明るくなりすぎるで、それが気分転換にもなるんですけど、この時に僕はいつも検討の余地が生じます。でこの時にまあなんか検討の余地生じたら、まず代理コードですね、まあ、普通にさっきと同じになっちゃうんですけど、 F シャープハーフディミッシュ D ナインスレファシャープラドミっていうコードがあって、レファシャープラドミスラドミ、これのルートを省略した形ね。こいつで攻めるしまった、ちょっと濃いな。今やってみてやっぱちょっと濃いんで、あ、まあナインスマジにすればいいか。今逃れたの、僕が逃れたのはD7 を匂わしてるんですけど、このいわゆる D7 でファシャープが入ってたの、ファシャープ抜き、つまりサウンド省略っていう形でドレミファソラシドというこの C メジャースケールの中にある音だけでこいつをこう構成したっていう感じですね。さっきなんか表金差が消えた、これ F シャープ入れるとで、この下は、多分デモの感じだと抜きたいっていう僕の意思だと思うんで、ここは抜きます。これピアノだけにするか、まあ、ピアノプラス後ろでアルペジオがね、シンセかなんかピロピロピロ言ってるかもしれない。とりあえずここはベースは抜き、ここでベース入れましょう。これもちょっと長さを、こいつはちょっとゴーストぐらいがいいんで短くしとこうかな。なんか本当ゴーストノートのキースイッチあるんですけど、短くしとくとなんかゴーストノートっぽくないですか。カツっていうこのぐらいにしとけばちょっとぽいんで、でここの長さも重要です。やっぱねベースはどこまで行っても音感ですね。でこうしてあげて、ちょっとごめんなさいね、上のピアノも少し切って、サスティンペダルが伸びてたんで、こういう感じですね。いわゆる余計な伸びになったところがない、切るなら切ると、これちょっと弾いていきますね。で今弾いたまんま、これクオンタイズかけて、こう弾きこぼれたところはダブルクリック、
まあ、基本だから8ビートで、流れるように打ち込んでいってます。でちょっとハーフテンポなんだよね、これもハーフテンポ。なんか最後のコード気になるけど、まあこんな感じで入れときます。まあ、ベースをでも作ってる段階で僕は最初に弾かないんですけど、まあその準備したりっていう面倒くささがあるのも一つあるんですが、まあ弾いてて、まあ、ちょっとミスったりして直して、で例えばこの少ししたデモを作るのにね、5分10分ってかかっているところ、打ち込みだったら 1,2 分で終わるわけですよ。アイデアを逃さない時間、無駄にしない時間のために打ち込んでいくの方を選ぶのか、その奏法とかちょっと生っぽさを出すために、まあ、ベースセッティングして音作ってシールズ刺して弾いてミスったとこ刺し直してとかやって作るのかっていうと、やはり絶対的にアイデア逃さないためのベースラインを打ち込んでいく、いわゆる鍵盤で打ち込んでいくっていう方を僕はいつも選択していますね。ベースの奏法を知らない人がどうやってベースを打ち込むかっていうところなんですけど、そもそも言うと、いわゆる本当のプロっぽいベースのフレーズっていうのはいきなりはやっぱ無理です。触って触れて慣れてみないと無理なんですけど、割と 60% まではすぐにでも引き出せることができて、それはやっぱドラムの決めをまず、確実に守って、さっき言ったその音の長さ、ベースの音の長さ、四分音符なのか八分音符なのか、コードのルートを確実に当てるのと同じ音でずっとボン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 ってルートだけを弾いて飽きてきたらフィフスに動いて打ってあげる。ずっと例えばこの曲のサビでもいいんですけど、例えば今こう F ファーミって打つんですけど、分かんない人はやっぱりこうやって打ちます。別にこれでもいいんですけど、やっぱ同じフレーズなんで飽きてきますよね、これね。でどこで飽きるかっていうのはもう自分次第ですけど、やっぱ基本ベースは動かなくていいんですけどね、動かなくていいんですけど、2小節目のどこかでフィフスっていうのを入れてあげる。2つの塊としてずっとルートでいいんです。ずっとルートでいいんだけど絶対飽きちゃうんで、ちょっとフィフスを入れてあげる。でここは動かなくていいです。でまた2小節目ここのどこかでフィフスを入れてあげる。最低限フィフスが何かっていうのは覚えていかないとできないですけどね。ルートフィフス、これだけ覚えてもらって、2小節塊で2小節目のどこかで動かしてあげる。まあ僕はここを動かしましたけど、別にここでもいいし、頭でもいいですね別に。2回ぐらい動かしてもいいですよ。これだけで、ベースラインがちょっと生き生きしてくるので、最初はそこからやることです。今ドラムとベースを、大体のピアノのこの最初のガイドラインに合わせて打ち込んでみました。まあ、いわゆる土台っていうのは割と固まったかなというところです。まあこう少し検討しなきゃいけないのが、この土台でなんとなくで打っていたこのピアノ、なんとなくでデモにするはいいんだけども、やっぱアレンジするときにブラッシュアップっていうのが必要なんですよ。デモではいいんだけど、コードトーンとか含めて精査しなきゃいけなくて、ちょっと今からそれを少しやります。でこれピアノ弾けない人はね、この別に白玉とかだけでもいいんですけど、あとリズム打ったりね、それぐらいでもいいんですけど、コードトーンっていうのはちょっと割と最初に入れて提示しておかないといけないっていうところです。で、まあ、それも何を言ってるかっていうのをちょっと説明していくんですけど、例えばこういうとこですね、見ると E マイナーミソシになってるんですけど、まあ、割と僕の中ではこれは C なんですよね。ちょっと勢いだけで弾きすぎて
打っちゃったところ、こういうところをちょっと今直していきます、ここはヨードですね。僕ヨードの時、これは人にもよるんですけど、僕常にとりあえずナインスを入れてます。ナインスというか、まあ2度ですね。ファから見てそうで、ラは抜く。これはあのなんでっていうか、それが趣味だからです。別にこれラでもいいです。ラにしてみます。なんか元気なサウンドになる。元気、僕これがちょっと苦手で、こういうのが好きですね。あ、そうです、浮遊感が出てなんかちょっと硬い響きが出るんですよね。まあ理論的にもあるんですけど、サード抜いて、この2ってやつ、なんかコードだとよくサス2とかね、なんかそういうの見たりするんですけど、ただファドファっていうのに2度入れたっていう感じです。ラを抜いていくっていう、まあ、ここは G なんだけども、メロディーがドなので、C にしちゃうとアボイドになっちゃうんでね、ここはサス4のまんま。この辺は遊びで入れてます。これは直す、まあ、ここはリハもします、してますね。F シャープマイナー、さっきやったけど、こういうところはギタリストとかにも強要することになっちゃうんですよ。本当はギタリストだったら D 音 F シャープを弾いてりゃいいのに、これ2拍でギタリストは F シャープマイナー7フラットフィフスから D 音 F シャープに弾かなきゃいけない。これって結構大変です。ギタリストは気持ちよく弾けないです。そういうことも考えてリハも、もしくはコードしてしますね。ここで入れてるこのこれもドミソのルートが下に来た、ミが来た感じ、C 音 E なんですけど、こういうところにもさっきのレを入れます。僕はよく入れてます。でレを入れてドを省くときもあります。でもメロディがね、そんな感じ、ドとかになってるんでドを入れてますね。でやっぱりヨドではサードを入れない、ラを入れないってことですね。ここもギタリストに強要するコードです。本当はラドミ、Aマイナーでいいのに G 音 A というコード、他のパートに強要することになります。それを覚悟でこれを入れます。やんなければさっきやったようにこれ、これでもいいんですけどね、ちょっとおしゃれにしてこうよっていう。でここ入った瞬間なんですけど、メジャーセブンスっていうのを入れてます。これも入れる入れないっていうのが働いてくるんですけど、脳みそが、これあえて入れてるのは、ここでちょっと多幸感というか幸せ感を入れたいんですよ。なんかね、少し浮遊させた後にメジャーセブンス入れると多幸感が生まれます。これもう感覚でしかないんですけど、なんか浮遊したら次はメジャーセブンスみたいな、かなりやってます。これ入れなくてもいいですけどね、別に。これ入れないパターンだと、まあ、こんな感じになりますね。普通にはっきりしちゃいますね。でこれをメジャーセブンス入れると結構ね、幸せな気持ちが訪れる。ここならセカンダリードミナントですね。ここもメジャーセブンス。ここね、さっきの、これまあ悩むな。やっぱもうひょうきんな感じでもいいかもしれない。これひょうきんでいきましょう。 F G D、まあ、ここはサブドミナントマイナーっていう挟んでるんですけど、これ C だけでもいいんですよ。いいんだけど、まあなんか色気づきますね。 C だけで聞いてみますよ。これいるんですけど、なんか間にちょっと動かしたいっていう時に、何やっていいか分かんないじゃないですか。何やっていいか分かんない時にやっぱ入れる選択肢として、このサブドミナントマイナーとりあえず1個挟んでおくと、なんかこの1小節の間がつながる、話が続いたみたいな、これなんかずっと同じ話してんなみたいな、挟んであげると、
まあ、ちょっと濃いんですけどね、これもまたちょっと濃いんだけど、まあありかな。で常にまあこうやってやってほしいなっていうのありますね、試行錯誤。でこれ普通に夜から落ちてくるやつ、コードがここは普通に3度を入れてるんで、まあいわゆるメジャーセブンスに9スタッチって感じです。こういうとこ浮遊させちゃうと、まあ、さっきと響きが一緒だからちょっと僕の中では差別化であったかくしようという意図が働いてます。ここはやっぱり同じようにレを入れてますね。ここ食ってるけどこれ食わない、こういうとこはブラッシュアップしときましょうということで、やっぱなんか少しなんだろうな、食ってるのに食ってないとかそういうのってちょっとずつサウンドがまばらになってくんで、そういうとこはちょっとやっとく、なんかやってもやってもやっぱ後でやってなかったみたいなのがあるんで、必要以上に耳を尖らせておく。でもう一つ検討の余地あるのは、まあこれ B ハーフディミッシュ、これ E7 A マイナーと言ってるんですけど、まあいわゆるこれキー C だけど A マイナーに行く、ね、あのセカンダリーで251ですよね。この A に行くときに、まあ、ずっとルートが B、C、ミラーなので、これにつなげてあげるためにあの、まあ、経過的にディミッシュを挟んであげると、さっきのサブドミナントマイナーと一緒で話が続きますね。まあ、元のちょっとまたもう一回元の絵で聞いていくと、こういう感じですけど、ここに、まあ、E7 の代理の G シャープディミッシュっていうのを入れていきます。これも変だったらやんないです。ベース、ね、いい感じ、飽きないですね。こうしときます。だいぶ使いますね。でやっぱ切なくなるときにこの A マイナー、つまりこれ6度ですけど、6度マイナーに向かってドミナントモーションってあるじゃないですか、なんか3度のメジャーコードを使ってより切なくさせるときにこの半音下のディミニッシュはよく使いますね。もうこれはみんな多分ね、プロでやってる人とか、まあ、趣味でも何でも音楽よく作ってる人は感覚であるやつだと思うんですけど、僕はよく入れる入れないは常に考えてます。入れるとやっぱこれも濃くなります。それがいい悪いと別として、ドドドドーソっていくんで、これも G って僕打ってたんですけど、ノリでやってるだけですね。これサスポにしないとちょっとモヤって感じが、気になっちゃうな。やっぱなんか音楽ってその2度のぶつかりとか、なんかぶつかった音って気持ちいいんですよ。気持ちいいんだけど、なんかにじむのはいいんだけど、もやるのはダメですね。もやるっていうのはいわゆるアボイドです。アボイドやるとやっぱサウンドもやってくるんで、音が増えてくるとごまかせるんですけど、まあそれもなんかよくアボイドの音聞いてないと分かんないけど。でここ A マイナーのはずなんだけど、ミラレってやってますね僕ね。これもノリで弾いてるだけですね。これはまあメロディがレディって言うんですよ、確かに言ってんだけど、別にこれ A マイナーで A やろっていう感じのあれではありますね。でその次こうクリシェになってます。ソシャープミシレ、あここはレディな、あーまあここ上は A マイナーのままで下が G シャープいってもいいですね。いわゆる A マイナーメジャーセブンスってやつ、マイナーメジャーセブンスの展開系みたいな、まあ経過でしか使えないんですけど、ででででって落ちるとき、いろんなコード当てます。これソシャープなんで、さっきの G シャープディミニッシュでもいいですよ。これ G シャープなん G シャープディミニッシュでもいいし、G シャープ分の E、つまり E 音 G シャープでもいいし、でも一番わかりやすいのは上をそのまま残して下だけ変わっていくっていうのをわかりやすいので今それにしてます。ああここは全体、まあ、サウンド重視っていう感じですね。トータルのですね響きです。でこれ例えばメロディーを先行してメロディーに合わせたコードにするとすれば、
やっぱりここはここ、Am の後、さっきはこれ、Am on G シャープ、つまり Am メジャーセブンスの展開してる感じなんですけど、そうじゃなくて Am、 これ E7 on G シャープ、これ一緒に見ます。これに合わせてコードもレが入るコードにしてます。これはいわゆるメロディーを優先してコードを考えてあげてるパターン。これでもちょっと聞いてみますけど、多彩になるんですよね。 なるんですけど、結構前後でそれやってたから、まあ、バランスでっていうか、まあ、なんか元も子もない言い方すると別にどっちでもいいんですよどっちでもいいんですけど、とりあえずなんか後を考慮して、こうしてます。でこれはやっぱね、後になると変わってきたりするんで、後でやっぱあっちにしようっていうのはよくあります。別に今決めるなくても大丈夫ですね。多彩にしすぎるとやっぱ疲れてきますね。ここからの流れなんですけど、これもすげえよくあるやつで、まあ、メロディーが当てはまんダメなんだけど、まあ、FGEmAm4536 っていうのあるんですけど、自分の言葉で言うとその4536のこれヘリクツコードなんですよ。これ言うても4536なんですね。で、まあ、これ例えば4536でちょっと聞いてみますよ。これ4536で聞くとやっぱね、ちょっと王道感出すぎちゃってっていうとこを見せます。当たり障りなく流れるんですけど、まあコード進行知らない人はこれ入れても当てはまるんですけど、まあ、知らない人は、一つ覚えてほしいのが、さっきの最初にやってた文法みたいな感じで覚えちゃっていいと思うんですよね。もう僕も文法みたいに手が動くようにしてるんで、いわゆる4536の代わりにこのヨドシャープ、ファのシャープからベースを半音して下っていくんですよ。でコード的には、まあ、ここハーフディミッシュです。ハーフディミッシュ結構使いますね。なんかまたかよって感じですけど、ヨドシャープのハーフディミニッシュは結構使ってますね。でここ F マイナーで、ここ E マイナー、まあうん E マイナーで、ここ C マイナーのオン E フラットってやつですね。難しいんですけど、まあなんかもう一個で覚えちゃってます。この4536の代わりにできる時ですね。ただメロディーがぶつかったらやめた方がいいですと最初は覚えておいていいですね。で感覚つかめてくると、あメロディぶつかんないからこれ入れようっていうのが自分で選べるんで、じゃあちょっとこれもう一回今でこうやって入れてったので、やっぱ自分で作ってると、これしかもワンコーラスだし、これで今コードを覚えてるわけです。なのでこれでもうギターとかを乗っけられる状態です。いわゆるコードネームっていうのを確定したので、ここからはもう何でもできますねっていう状態です。じゃあ、次なんですけど、まあ、ベースまで入れたので、まあ、楽器編成ね、そう最初何も話してなかったんですけど、まあ、割と標準というかドラムベース入れてアコギ入れてエレキギター入れたいななんて、まあ、ピアノ入ってるんですけど、ピアノはいるかいらないかはちょっとまだあれですね、僕の中で固まってないというか、まあ、こう順々にやってきちゃったせいもあるんですけど、スピード感ある風っぽい雰囲気を入れたいような曲です。なのでアコギのストロークですね、ストロークを打ち込むのに慣れてるソフトとしては、ハミングバードっていうのがありまして、その人を使えたらいいなということで、こうですね、ステレオでラージで、あでもやってましたよね、スリーフィルクスもね、まあ、こういうストラムももちろんできます、できるんですけど、でもできるんだけど、まあ、基本、まあ、こういう風に打ち込みやすいやつなんで、ちょっとこいつで打ち込んでいきます。でそのためにちょっとガイドとして上にコードトラックにコード入れたので、これがあるないで全然違いますね。でまあ僕の場合はよいしょ、下の方でコードタイプを選んで
上で。比較するトラックは何でもいいんですけど、何かと比較しながらね、リズムを打ち込むといいと思います。ベースです。でこの時に色を分けておくとやりやすいですね。色を塗っておきます。まあ、何でもいいです。赤でこっち、アコギです。これ名前変えとかないと比較できないんだよね。でこうパートっていうのを選ぶとこういう比較ができます。これストリングスとかね、そういうのを打ち込む時にもとてもいいです。ここが今どっちを打ち込んでるかというんで、そう、隙間に合わせてなんか間を縫うように、スピード流れるようにね。また難しいんだ。オンコードってやってくれるんだっけ。これこれで音字ですね。これユーザーコード A の1だから、しかもこのユーザーコード1が、そうっす、ユーザーコード1は G シャープ0。あ、来た来た来た、ユーザーコード来た来た。今こう打ち込んでるんですけど、曖昧曖昧ですね。なんかこの、ま、プンプンみたいに言ってるやつ、これいわゆるちゃんと弦を指で押さえて弾くとジャーンとちゃんと、ま、いわゆるコードが鳴ってくれますよね。で、ま、ギターやってない人に言うと、そのちょっと弦を半分押さえた状態で弾くと、まあこうちゃんと音が鳴ってくんない状態、音鳴んないですか。これもにもちゃんと役割があって、いわゆるリズムの隙間をこういうこれで埋めると、いわゆるパーカッション、そのシェーカーとかシャカ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 とか、タンバリンのチャカ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 とか、それと同じような似たような感じで合間を埋めてくれるんですよね。これちょここだけで聞くとジュクッみたいな、でこういうのが、なくてもいけるんですよ。なくてもいけんだけど、あるとあのリズム感が出てスピード感出ますよ。例えばこれもこれただミュートっぽいですね。これね、これ入れないとっていうやつかな、こういう感じ入れるとこういう感じですね。ジャッツジャッツジャッって言ってリズムを打ち出してくれるパーカッションのように、なのでそういう役割で入れてます。スネアで入れていたちっちゃい音のゴーストだとか、ハイハットの裏の裏、16分の裏で入れたツッツクツッツクとか、そういったものに近いです。こういうとこですね。これもジャーンジャジャジャンでいいんですけど、ジャーンジャガジャンジャンみたいなのをゴーストの音みたいので、こういうの入れてあげると喜ぶ人はいるでしょう。今打ち込もうとしてるのはこれ B フラット分の Fm7、B フラット分の Fm7 ですね。なんだけど、まあ音で言うとこれですね。C フラットファラーフラットドーミー、複雑なコードなんですけど、これ実際には C フラットファミフラットって取るとただの B フラットサスポーなんですよ。難しいコードなんですけど、B フラットサスポーのアコギでも通じます。なので、B フラットサスポーみたいなを打ち込んでいきます。まあセブンスサスポーですけど、サスポーを打ち込んでいきます。普通にこんな分数コード難しいの入れません。ジンジクジュンリジンジジャンジジャンスジャンやってんな。こういうとこ口で歌うといいですね。まさに。じゃんじゃじゃんじゃ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 ん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 じゃかでいきましょう。 C メジャー7。じゃん、こういうのがちょっと、このストロークもやっぱ強く打つんじゃなくて弱く打つんですね。入れたくない。ほんとこれダンスダンスダンで入れたいんで、こことこことここは強調したいとこ、他はゴーストだと思っていいです。
引っ込ませすぎるとリズムを刻んでるだけになっちゃうんで、ちょっと上げて。あ、こんぐらいですね。今大丈夫だよね。なんか。今ちょっと、ベースがコードとぶつかりそうだったのでベースラインを変えました。ダッダンっていうスネアがあるのでダンダンを合わせます。ダッダン。ダッダンって今入れたんですけど、これやっていくとちょっとベースとかのリズムを合わせてあげてると可愛くなるかなって思ってきちゃって、ちょっとやってみていいですか。ピアノもちょっとやってみます。ダメだったらすぐ戻すんですけど、こういう試行錯誤をよくやるよという。で、特にこういうなんかキメとかを入れてきたくなっちゃって、ここだ、音量適正で切ります。あ、こういう感じ、キメがあると可愛いです。で、このスネアに合わせてクレッシェンドさせてあげましょうねっていうね。クレッシェンドってつまりあのダーンジャ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 ってやつですね。ちょっと言ってきます。この入る前にジャーンって入るよりジャガジャンやるといい感じです。こういうやつですね。で、ここからはもう王道ですね。王道アコギリいいんじゃないですか。ジャジャン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 ジャンジャジャンジャジャンってやつですね。で、チクっていうのもこれもゴースト入れていきます。で、入れすぎるとしつこいんで入れないとこは入れない。で、こういうとこは入れる、いってみる。ジャガジャンジャガジャン、こういうとこもなんかコードが変わってバッと見せたいときはジャガジャンですね。音域変だけど。え、じゃあ、次ですね、あのギターをエレキギターを、まあ、入れられたらいいななんて思っているんですけど、音源としてはこのエレクトリシティという音源ですね。重くないギターで、まあ、カラッとした風なものを入れたいななと思っているんですけど、エレクトリシティのあるねテレキャスター DI というので、だいたい打ち込んでるんですけど、ここに、僕はバイアス FX2 と人気のアンプです。人気のアンプです。テレキャスが好きですね。あの音が、まあ、ストラトでもいいんですけど、なんですかね、やっぱカラッとしたのが好きなのでっていうのがやっぱ一番ですかね、僕は。こういうやつですね。で、大体このコードが1度とかなので、よく高音でやるときは、まあ、フィフスとかルート周り、フィフスとルートと、まあ、ナインスですね、まあ、この辺でこう散りばめるのを入れます。で、実際僕はそのギタリストのほとんどお願いするので、まあ、なんとなくそういう雰囲気で入れといて、こうコード書いてこういう風にお願いっていうと最終的にはいい感じになるっていう。デモではちょっと入れとくっていう。基本このトライアドというか3音で入れてくスタイルというか、うん、パワーコードとかじゃなくて軽くしたいときはそうします。ルート、ナインス、フィフスでバラすか、コードネームからカードテントン3音取ってやるみたいな。で、ガツッとやるとこだけ5音4音で、ここなんか次のセクションに行くがっつりするとこなんで、まあ、こういうところは1音多めに入れとこうという感じですね。こういうとこは縦で鳴らしてもいいか。じゃあつちゃっちゃという決めは決め。ちょっとこう広がる感じになるので、こういうとこはアルペジオみたいなのもいいんですけど、
まあ白玉でもいいのかなみたいな。で例えばここ C メジャーセブンなんだけど、ドミソって弾くよりその上のドを除いた上の高線を弾く方が、ドミソシって和音だけど、ミソシとかミソシレで弾いて白玉っていう。アルペジオで、ここはちょっとブレイクっぽいので、ここ入れずにこの次ですね、入れるのかな。打ち込むとき、まあ、全部そう、大体そうなんですけど、こうジャラーンってグリッドより先に入れてるやつは、まあ、こうばらけるやつをこう聞かせたいというか、ジャラーンと、でその最後の音がグリッドに当たるぐらいなイメージですね。なんかちょっと遅くなるというか、なんかやっぱバラード向けというか、バラードだったらね、ワン、ツー、スリー、フォー、ジャララーンでいいんですけど、なるべくちょっと走ってスピード感を演出するというか、すると、まあ、前には行ってくれるかなみたいな。これ後ろにしちゃうともちろんね、こう、大体こんなイメージ。ちょっと重いですね。こっちの、まあ、もうちょっと揃えてもいいですけど、これでもやっぱちょっと。というよりは、前に出した。っていう元気な勢いよくいくやつですね。ギタリストに渡す、まあそうですね、自分で弾けない場合、渡す場合は、まあそこに入ってるのがアルペジオなのか、コードなのかだけでも分かればいいって言うんですね。例えば今みたいになんかコード、例えばドミソだったらドミソしか普通に浮かばないと思うんですけど、まあそれでもいいと思うんですけど、じゃ例えばこうじゃなくて、出だしとかもその渡す時用にですけどね、こういうのでもいいと思いますね。こう今僕打ち込んだんですけど、これはここがまあアルペジオと分かる、バラしてやる、1音ずつバラしてやるやつ、ここ和音で打ってあるやつと、これだけでも分かると、ギタリスト、あ、ここバラすのね、ここコードなのねと、であとはいい塩梅でお願いというふうに渡せば伝わると思います。じゃあストリングスを入れてみましょうかとなるんですが、ちょっと入れるにはイントロつけないとなとは思っていて、ちょっとこの辺をつけていきたいと思います。で一応イメージしてたイントロを入れてみたんですが、まあ、今回その何を考えていたかというと、まあ、大体ね、まあ、本当によく一般論で聞くのはサビのメロディーをやってみたいなのもあるんですけど、まあ、いわゆるめちゃくちゃベタすぎるので、まあ、あんまりそういうのは僕はやらないようにしてて、まあ、ただそのサビのコードを使うみたいなところはよくやります。で今回、ちょっとサビのコード、まあ、まんまではないんですけど似せたようなコードを入れて、でそれに、サビのね、ダラダダダダダダみたいなのをピアノで近いところをやるっていうのをちょっとやってます。一応演奏としてはそのピアノがまあ弾けるんで僕はピアノにしてるんですけど、まあ、これをギターでもいいのかもしれないですしというところですね。で、それがまあ本イントロというかなんですけど、その前にちょっとなんていうんですかね、情景を描くような少し静かなパートも入れてます。じゃあ聴いてみます。みたいなものを入れてみました。で今、まあ、聞いてて思ったんですけども、まあ、これ本当イントロにも作っただけなので、そこからやっぱ A メロにつながると、この一瞬ベースが消えるところで勢いが落ちてしまいますよね。なんか止まったなみたいな。でこの今思うのが、このベースはちょっとやっぱスピード感あるままキープしていた方がいいと思うので、ちょっとそれを変更したいと思います。じゃちょっとベースを、入れてみたいと思います。まあ、この辺で合流できればいいかな。
今ベースを入れてみたんですけれど、まあなんかスピード感っていうのは音が途切れなければこの白玉っていうのもスピード感を演出する一つになるので、ちょっとコードの雰囲気が変化する、この辺までをこう白玉メインでちょっと行ってみました。このただ白玉って本当ただルート打ってるだけなんですけど、まあたまにこうやって音を順次進行で繋いだりっていうのがあるんですけど、あポイントですねこれ、この辺のね、ちょっとこれ低い方もやりますけど、低いとやっぱもういきなり盛り上がってるとこのベース感を演出しちゃうんで、これはこれでありなんですけどね。で今回ちょっとやっぱ軽快に行きたいなと思ってたので、メロディアスにすることあんまできないけど、高音でこうなぞってあげるだけで、まあ、メロディーの対旋律になるというか、いわゆる裏メロっぽくはなるというか、これを入れたんですけど、このスピード感を出したいっていう意図にちょっとドラムがついてきてないので、ちょっとドラムを変えてみたいと思います。ちょっと行きましょうか。こういう風に今ねハイハットだけなんですけどね、ちょっとここになんか例えばキックを入れると、まあ普通、まあ王道ですけどね、もうベタで、まあこういう前に進む感じが出るんですけど、まあ今回は僕これじゃなくて、こっちまあリムショット的な、こういうね、まあ多分何かで聞いたりはすると思うんですけど、ちょっとこういう煽り方というか、こっちでいこうかなと思います。ちょっと打ち込んでみます。で一応こんな感じになりましたと。とりあえずカッカッカッって打ちながら、たまにこうキックを打ってあげるんですよ。でちょっとオープンとかで、そうすると結構雰囲気が出ます。ちょっとつながりを聞きます。ここでちょっとさらに軽快さというかを出したいと思っていて、出だしがね C というコードのルートから始まってるんですけど、まあ、これでもいいんですけど、ちょっと軽快さっていう意味で言うと、実はその第一展開系って言ってドミソの真ん中の音だから E4C というコードにすると軽さとか透明感みたいのが出るので、ちょっとそれに持ってこうかなと今思いました。ちょっとそれにしてみます。じゃベースをちょっとそのサードにするとこが直してみました。ルートとサードでまあ響きが軽快さ違うので、それに合わせてですね、実はそのピアノと、メロディーとかも少し変更してみたので、ちょっと聴いてみてください。というイントロからの、つながる A メロにしてみました。今メロディーを変えたんですけれども、まあ、前回のあれで、結構ね悩んでこういろいろ考えたものの、やっぱその前後作っていく中でやっぱこうじゃない方がいいなっていうのはやっぱメロディーって浮かんできたりするので、まあ、僕はどんどんそれを採用してますね。例えば歌入れた後でも、多分ドレミファソってメロディーがあって、でもその人の声がめちゃめちゃいいから、例えばドレミファそうじゃなくて例えばミにしてみたいなんて思った時は、もう遠慮なくオーディオをねそうミに下げたりしてメロディ変更したりだとか、作った当時に大事にした思いというよりもいい風になっていけばなと思うので、なんか随時僕はメロディをどんどん変更していくスタイルにしてます。そうです、インスピレーション、その場で湧いたインスピレーション重要ですね。それを最重要視してます。では今ここにちょっとストリングスも足していきたいなとは思っているんですけど、ちょっとサビメロをなぞらえたねピアノのまあ本イントロとその前のこの少し静かなところっていうふうに分かれてるんですけど、まず静かなところ、これですね。別にここに入れなくてもいいんですけど、まあ入れるならね何がいいかなみたいな。デモで僕ストリングス打ち込む音源としては、一番多いのは
この LA スコアリングストリングス2のこのアンサンブルパッチっていう中に入っている ENS SAS ESP 3レイヤー、これいわゆるザ・ストリングスって感じですね。普通にストリングスって音が出て、モジュレーションで音量コントロールができる、まあ、ちょっとすごい便利なやつです。この人のもうボリュームもちょっと上げて使ってます。結構上げてもね、音は割れないんで。例えばこの静かなとこに浮かぶのって、まあ、よく浮かぶのは白玉なんとかなんですけど、ちょっと何パターンかね、見ていきたいと思います。ストリングスで高音でちょっと鳴らしてるパターンね。みたいなやっとくと、なんかこの辺聞いただけで、なんかありそうだなみたいな。これないと、まあ、これはこれでこじんまりとしてていいんですけどね。次、今高音でやったんですけど、ちょっと下の方で和音を入れるパターンですね。中低域というか、まあこう下の方に漂うパターンみたいなのもあると思うんですけど、まあ、高音系でいくか低音の白玉でいくか、あとはちょっとずっと最初からもう動いてる人、まあ雰囲気だけですけど、例えばこういうのが聞こえてきてもなんかちょっと将来が見えますよね。これやっちゃいけないのかななんつってネット調べながらねやってる人とかもいるんですけど、もうなんかいい風に響いてたら誰の文句もいらずやっちゃっていいんじゃないかなと思います。こういうので好きなのは最後にコードが変わるんですね。これコードが変わるっていうのは、ここまで C メジャーなんですけれど、ここで B フラットサス4みたいな、 B フラットのサス4みたいなのが出てきて、いわゆるキーを逸脱した、コードが出てきた時にやっぱストリングスがふわっと入ってくると結構効果的ではありますね。でここに例えばうわーってクレッシェンドするストリングスを入れていくといいんじゃないかなみたいな。でこれ今一番上しか入れてないので下のコードの方も入れていきたいと思いますね。という感じのものですね。でこういうのを、今こうやって入れたんですけど、まあ、このトップに来ての C、 この B フラットじゃなくてもここ何でもいいと思います。もう何でもいいですけど、ただこの中で好きなものを選ぶっていうだけ。僕はこの B フラット好きなのでこれをトップにして、で今ここ入った時にピアノがメロディーをやってるんですけど、実はこれちょっと楽器が増えてくると良くないのが、そのギターとかピアノの単体だけで何とかしようとするのはちょっとあんまり良くなくて、っていうのはなんかやっぱ埋もれてきちゃうので、やっぱユニゾンさせていくとかちょっとなぞっていくと、やっぱ音色が浮かび上がっていくんですよね。例えば一部だけでもストリングスにも任せられるフレーズはないのかなっていうのもちょっと検討していきたいですね。例えばこうピアノが動いてるので、よく言われるのはこの動いてるところでは他のやりたい楽器は動かない、いわゆるストリングスですね。この場合ではストリングスは動かない、止まったところで動くみたいなのだととてもいいんですけど、ちょっとこれもちょっと軽く弾いてみます。ピアノが動いてるところで止まって、ピアノが動かないところで動き出すみたいな。みたいですね。こういうのはまあ割と一般的にはあります。一般的にあるんですけど、ストリングスの役目って何もね、この白玉でメロディーを弾くだけじゃなくて、まあ、さっきもちょっとスタッカートっぽいタララタレラみたいなのやったんですが、スタッカートリズムを刻み出したりっていうこともできたりするので、ちょっとなんかそういう可能性もないかななんて思って探っていきたいんです。で、ストリングス僕好きなので、
イントロはストリングスがいいんじゃないかななんて、なのでちょっとストリングスフレーズになるように打ち込んでみたいと思うんですけど、ではちょっと打ち込んでみました。メロディーがある部分と、まあ例えばおとなしい部分、スタッカートでちょっと刻みを見せる部分みたいなね、ちょっと流してみます。っていう感じにしました。ちょっとその今ピアノとねストリングスのミディで見ているんですけど、こういう感じですね。主にここをやっぱ聞かせ、ピアノの最初のフレーズとして出入り口を聞かせたいので、ここはピアノメロで、ここはちょっとバッキングに回る。今ごめんなさい、これしか入ってないんですけど、もしかしたら、ここにその今ここ C っていうコードですけど、ドミソの何かを下に足します。ちょっと今ガイドとして、でここは普通にラインですね。僕の認識としてはここはあのストリングスはラインをやってる。でラインっていうのはやっぱこれハモリとかやらせすぎたりすると聞こえなくなってくるので、まあオクターブだとか、もうむしろバイオリン1、2で単音とかね、あともう今こうやって出てますけど、こっちがバイオリン1と2のユニゾン、こっちがビオラとチェロのユニゾンみたいな、ほんとただの 4セーブあるけども2パートだけで聞かせてるみたいなのも全然いいと思います。でこの辺になってくると、ここもピアノメロなんですけど、この辺までピアノのフレーズを聞かせてるんですけども、この辺からですね、あまり弾かない風にした方がいいなみたいな。今僕こっちは好き勝手やってます。で ここからストリングスの逆襲みたいな感じですね。ちょっと動き出す、聞く人にはこっちに耳に行ってほしいので、という感じで打ち込んでいます。今この下にあるのはマチェロソーテの、まあ、ちょっとまだ確定しないですけどガイドですね。でここなんか僕の中で完全に4声に分かれていてっていう感じです。でここなんですけど、ここ C っていうコードで、ここ本当は身を入れないとね、こういう風に今ちょっとここだけでいくとちょっと硬いんですけど、ここに実は ベースが下のミっていうのを弾いてるので、ベースと合わせるとちょっと柔らかく響いてくれるっていうか、ちょっと音色は違うんですけどね。あんまりこういうとこに、全体のコードが分数コードになってる時は僕は、まあ、ストリングスでもあんまり入れないことが多いですね。例えば純粋にいくとこういうメロディーでもいいんですけど、普通に下ってきてるのでこっちに行った方がいいんですけど、やっぱなんかベースとトップが一緒になると重くなるっていう、ベースとストリングスのトップがなんか長い音とかで一緒になるのをちょっと意図がない限りは僕は避けるようにしています。こういうところも、まあ、まあ軽いデモとはいえね、ちょっと書いておいた方がいいんですよね、クレッシェンドをね。これ全開にしてた。なんかこう出だしは強いんだけどちょっと下がって上がるみたいな、ちょっとやだけど、でこういうところはこう決めになってるんですよね。ででででででれれれってなんです。こういうところ の実は音歌たっぷり、音歌っていうのは音符の長さですね。なんかさ、たっぷりに入れておくとなんか引き締まらないですよね。こう切っとくことによってとてもいい感じがします。で実はところどころこういうスタッカートにもなってるんですけど、やっぱこのリズムっぽく聞かせたいところは、スタッカートにするととてもいいです。
これ例えば全部これ長くするとどんなのかと、まあ、全部長くしたの聞いてます。なんか耳に届く楽しさが違いますね。でこれもちょっとまあ研究ありきですけど、なんていうんですかね、例えば2つ音があったら最初長くて後ろ短いみたいな、パーラパーラみたいな、ブラスとかでもそうなんですけど、そうするとちょっとね躍動感っていう出てくるんで、なんか例えば2つとか4つとかのフレーズで入れるようなことあったらちょっとそれ意識してみるといいかもしれないです。実際それだけとは限らないですけど、実際後ろの方が長いってこともあるんですけど、で実はこれサンプルとしては今ここの最後のところなんですけど、タタタタタ全部アタックある風に流れてるんですけど、これはスラーって言ってちょっとレガートかけて弾き直さないんですよね。そこのアタックが出ないので、この辺かな、ツルーっといきますね。例えばパート分けして打ち込んだ時とかにはそのレガートとかの機能がついてたりするので、そういうのできるんですけど、一応これはこのザ・ストリングスみたいなやつはちょっとレガートできないんで今こうやって打ってます。ストリングスをなんかこう勉強するときに、なんか教本とかやっぱネットにはその一般論が出てるんですよね。その和声はこうだみたいな。で実際和声やったとこで、それは別にアレンジに ならずに曲にもならないので、結局まあまず一番何が重要かというと、そのフレーズっすね。そのストリングスのトップに来てるフレーズのが浮かばないとそもそも作れないっていうのがまず大事にあります。でその中で、やっぱ J-POP は J-POP のね、その、まあ、歴史があるわけですけど、まあ、僕もその J-POP を聞いてこのいろんな咀嚼があってこうなってるんですけど、現代で生き物がかりですね。ストリングスはめちゃめちゃ王道で綺麗だなと思っていて、しかもうまい、めちゃうまいですね。でアイコとか島田さんとか、そうですね、あとあれ、本間さんとか、そのねブラスだとかね、ストリングスの絡みだとかももう存分にすごい効果的に使われてるんで、なんか割とそういうの J-POP だからといってなんかあまり無視しせずに結構コピーして見るとか、インストトラックとかもあるのでちょっと聞いてみるとか、あとはJ-POP じゃないですけど、なんかやっぱ美味しいストリングス入ってる曲って結構海外にもあって、フランク・シナトラとかジャズストリング、ジャズっぽいやつのけどまあそういうスタンダードっぽいのを歌ってる人の後ろに流れてるストリングスはめちゃめちゃかっこよくてポップですね。やっぱ割とヒントがあるかなと思います。あとなんかそのボサノバとかのねアルバムとかでイントロに結構長いストリングスとかが入ってたりして、なんかもうピンポイントですけど、なんかそういうのを俺もやりたいなんて思ってひたすら無理やりコピーしたこともありました。そうだからトップノートに来るフレーズ次第でジャンルとかも結構変わってくるので、例えばペンタトニックとかブルーノートスケール使えば多分ディスコとかファンクのストリングス、キメキのファンクストリングスとかにもなるだろうし、今僕これやってるのはほとんどダイアトニックって言ってキーを外れないものばっかりですけど、やっぱこういう方がポップスになりやすいし、ヨド跳躍とかね、そういうのもとてもポップス的だと思います。なんで割とこの使うメロディーはその曲によって合わせてます。ではイントロに続いてその後も入れてみました。伴ってちょっとアウトロも少し変えました。その前にじゃあ順を追ってちょっと聞いていきたいと思うんですけど、まずここに入れたやつですね、メロディーのドドドドドっていうのがあるので、ちょっと一小節使ってちょっかいを出してみるっていう感じにしてみましたね。うん、まあそうですね、ちょっとメロディアスすぎるかなみたいな、でれでで、こんなに歌わなせなくてもいいのかなと思いつつも、これもどんどんアイデアなので後から全然変わってると思います。僕は今ファーストインプレッションでこれがいいなと思ったのでこれを入れてます。だからよくいるのがなんか常に4声で白玉でずっとコードやってるとか、ほんとそういう方じゃない方がいいと思います。なんか必要な時にやっぱストリングスは入れるっていう感じにした方がいいと思います。まあもちろんね、ずっといる曲もあるんですけど、ここは本当にただ
タラララタダラっていうメロディーだけが欲しかったっていう。であまり明確なメロディーにしたくないので、ここは今オクターブじゃなくてハモリにしてます。そんな意図でちょっと入れてます。多分これももしかしたら下がつくかつかないかわかんないですけど、多分つかなそうですね。次にここをちょっと一回ストリングスオフにして聞くと、キメがありますよね。ダーツダーツダーダーツダーツダー、ちょっと低い方でね、中域ぐらいでパーパーパーって入れたくなるもんなんですよ。ちょっと一回そのパーパーパーで弾いてみます。これでも十分ね聞きやすいものなんですけど、もうやっぱこれもやっぱ趣味なんですよ。ちょっと動いててほしいなみたいな。ちょうどメロディーもねロングトーンなので、決めに合わせにいかず、トップラインはもしかしたらねこれね、あの今これしかいないんですけど、下のチェロとかはやるかもしれないです。例えばこういう動きですね。こういう人が現れるかもしれないんですけど、今このトップラインだけちょっとフォーカス当てたいです。っていう上がり方ですね。でこの先は最後のティデーディドっていうところはストリングスも一緒にいっている。なんかここも分かれて動いて、違うことやりすぎると合流したい欲が出てくるんですよね、そのリズムなりメロディーなりに。でここでリズムに合流してればね、ストリングスがダーツタツタに行っていればこれやらなかったんですけど、ちょっと違うことやったので、ちょっと入れてあげようかなみたいな感じですね。その次、ここをこういうコード、ここのコード何かっていうと、キー C メジャーで Fm7 で Fm7 オン B フラットみたいな、キーE フラットメジャーに行く2-5っていう2度5度っていうのってるんですよね。この後通常だったらこの E フラットっていうのがコード的には来るはずなんですけど、まあそう来ないで C に戻ってるんですけど、まあこれあのいわゆる E フラットメジャーっていうのはあのちょっといろいろ説明省きますけど、 C マイナーというやつの平行調で、これ C マイナーからちょっと借りてきてるというか、 C マイナーの中にあるコードを使ってるんですよね。ちょっとまあいろいろ説明あるんですけど、単純に言うとそういうことで、で、まあ、それってつまりこの C メジャーにないんですよ。で C メジャーにないときにストリングスは何をするかっていうと、率先して C メジャーじゃない音をどんどん入れていく。メロディーはその分、まあ、ここでミのフラットって言ってるんですけど、なるべくこのドとかレとかドレミアソラシドに合った音を使った方がいいわけなんですけど、裏メロは裏メロ、このストリングスですね、裏メロは C メジャーにない音を率先して使うとかなりの立体感が出てくるんで、ちょっといろいろ試してみてほしいですね。でタラッタ、ここはリズムに決めに行きます。ここはさすがに決めに行きたくなって、タラッタですね。次ここを休みにしてるんですけど、ここから戻ってきます。ここの雰囲気、ちょっとギター消す、ギターがうるさいんでギターちょっと下げて聞こうかな。なんていうんですかね、ここで一旦消えますよね。でここがバウンドサウンドだけになるんですけど、まあ、いわゆる軽快なんですよ。軽快なんですよ。でこの次、まあ、ストリングスのこのね白玉が入るんですけど、ここ今ね言葉で言うと、まあなんかこう広がる感じが出ますよね。広がる感じを出したいときは、もうこれは理論通り言ってもいいと思うんですけど、オープンボイシングで白玉を組むっていうのがあって、ここ Dm7 このレファラドっていうのですけどね、どれでもいいですけど、僕はこのサンドとか上に上げるというか、あの1オクターブ以内に収まらなくなります。ここまでがオクターブなんですけど、オクターブを超えてきます。これでちょっと低い方に、白玉をやらせてあげます。ここですね。で今ねここレラドファ、これを入れてあげるなんつって、これラがないんですけど、これ入れてない理由はちょっと重くなりすぎるからですね。やっぱちょっと重いな。あのコードのフィフスは省けるんで僕は省いてます、ね、でここあの3本しかないんですけど、まあ、例えばここバイオリン1と2を僕だったら弾かせますね。バイオリン1と2、1と2でここで分かれるかな。で次なんですけど、まあなんか
白玉を思う存分というか、まあ、3小節ぐらいやったので僕の中ではもう4小節5小節ついてくるとね、あの割と停滞しちゃうんで、停滞してする場面でもないので、ここちょっと停滞の顔を見せながらもまた動くよっていうバランスです。もう本当これは本当趣味ですね。別に例えばもうこの辺までやっちゃってもいいと思うんですよね、白玉。って感じですね。でここやっぱなぞるとダサいんですけど、この最初このやっぱ外ドに関しては、まあ、こっちはソーファミドっていくんです。でこっちはソーシドっていくんですけど、この外ドは当てにいってます。なんかねこの方が歌いやすかったっていうのがあって、でここはブレイクなので、開けていると。で最初ここストリングスなかったんですけど、ちょっとストリングスなしで聞いても別に持つは持つんですよ、ね、でここにダンダンタダン、ここにリズムに寄り添いに行ったストリングスを入れるとみたいになるんですけど、キメだけじゃなくて、まあ、下はこれチェロとかでの重音とかでやらせるんですけど、上にメロディを入れてあげるっていう、なんかメロディー浮かばなかった時に入れられるフレーズというわけじゃないんですけど、ファミドとドシソっていうのがありまして、今これソファミド、これファミド音形と僕言ってるんですけど、でちょっとこれっちはドシソ系にしてみますけど、ここは F マイナーなんでシは使えない、ドシソファドシソファミレドで言ってみます。まあ、なんかこうメロディファーミレでやってるのしつこいかな、ファーミシドとかで逃れられるか、逃れられるんですけど、これねちょっと音域が高くなるんですよね少しね。ドシソ音形とファミド音形やったら、僕は今回ファミド音形っていうのをこれ使いました。でドレミファソラシドのドで終わらないっていうのもポイントですね。やっぱドで終わりすぎるとまた着地っすかみたいな、メロディーにも通じるんですけど、メロ作っててずっとドドドドドドね、ドにばっか着地して飽きるんで、ドかミかソに行った方がいいですよっていう、ね、どれでも散りまめられるんで、でも曲の最後ドにしたいんだったらなんとなくあんまドを見せないとかね、とはいえサビでいっぱいドが出てくるんですけどね。ちなみにこのファミドって言ったんですけど、もう全然途中で気が変わったらやっぱドシソっていうのも全然それはね自分に恥じずやっちゃっていいと思います。何せ打ち込みだしいくらでも変えていいと思います。でちょっとこれ周りの音入ってると聞きづらい、一番最初になるコードピアノメロで聞いてみます。でピアノちょっと音下げて、よいしょ、こうなんかねメロディが細かく動くんで、やっぱりこのタタタタっていうところでストリングスが動いちゃうと、いや動くときも実はあるんですよ、動くときは存分にあるんですけど、サビ入りはやっぱインパクトの瞬間だけのふわーっと伸ばしてあげるとね、例えばここちょっとね動いてあげると、こんな感じで動いてあげるとします。下になんか一緒にくっついてくるやつがいるぞみたいな印象なんですよ。もう一瞬だけで判断できます。ちょっと長く聞いてみる、ちょっとしつこいですね。でこれで元のやつを聞いてみますみたいな。でメロディーのやっぱ重心がてて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 ての、このててしに下がった時、ててててててって言ったところがポイントなんで、実はここにちょっとだけここのリズム、ストリングスのリズムを合わせてあげてっていう感じです。それとで止まった瞬間に違うフレーズを差し込むみたいな、こういうのはまさにあのネットにもよく書いてあるんです。動いているところで止まって、動かないところでフレーズを入れてあげるっていうのもあるんですけど、なんかこうメロディに重心がありそうなところで一緒になぞってあげるっていうのもポイントですね。これねもう結構前の曲です。僕すげえ好きなのがスキマスイッチ全力少年っていうのがあって、まあ、サビで、まあ、ロングトーンやってるんですけど、やっぱそのメロディの重心っぽいところで一緒にリズムをなぞってあげるっていう、でも違う動きをするみたいな、すげえテクイ弦が入ってるんで、よかったら、まあじゃあちょっとまた例えばコースやるんですけど、別に伸ばしっぱでもっていうところはあるんですよね、これね。
問題ないっす。むしろそうですね、多いですね、多いです。でまあ聞きやすいも聞きやすいんですけど、遊び心、遊び心パターン。っていう感じです。で、こういうところはソーファーミーっていくところは、こういうところはメロディーはあのストリングス合わせないですね。でなんかサンド上で当てにいってますけど、あ、そうだそうだ、ここで一回ストリングス抜きます。この E7 行った時に、これ E7 だけじゃないんですけど、これっていわゆるセカンダリードミナントって呼ばれていて、キー C メジャーにはない音が入ってるんですよね、ソシャープっていう。実はこういうのを使う時がめちゃめちゃチャンスで、言葉にするとちょっと変異音って言うんですけど、結果から言うと、ここ僕 E7 に対して E7 フラットフィフスっていうコードに変えてます。ここですね、 E7 フラットフィフスで、ここで E7 というのにします。これ A マイナーに行くセカンダリードミナントなんですけど、この時にこのフラットフィフス入れて、その後 E7 にするんですけどね、こういうこうダンダンっていう動きが見えてくるんです。これだけで裏メロになるんですよ。さっきストリングスするときに、あ、これまんま裏メロいけるやんということで、これを採用しました。これは本当よく使います。でこれ問題としてはメロディーがぶつかってないかってとこなんですけど、それもちゃんと検証して、メロディーはミーレって言ってたので全然ぶつかんないんです。なのでコード的にはそういう風にして、ストリングスもという音に変えてます。フラットフィフスとかシャープフィフスとか、そういうのってなんかね、グッとくるポイントを持ってるんで、これ目を光らせてないと意識できないと思うんですけど、なんか常々意識してるようにするとよくやるようになります。で慣れてくるとよくやりすぎるようになっちゃって、しつけえなみたいになるんで、だんだん慣れてくると使わなくなってきて、また思い出した時にね使えるようになるんで。でレーラシャープシーってやってるんですけどね、まあ、シのフラットだけど、ちょっと距離があるし、こういうちょっと変わった音いく時にはあのグリッサンドを入れてあげます。あの実音出ちゃってるんですけど、弦だとねグリッサンドっていう奏法でいきます。なんかなだらかに、あーでちょっと入れたやつがね、このシとドがここ半音でぶつかる、これあんま良くないですね。これは良くないので、でこう一拍のブレイクがあってあるんですけど、なんかここはちょっと華やかに頭は入れてあげたいなと思って、さっきの話なんですけど、8部でメロディーが被るもののテレレレレレというちょっと音階を滑ってくるようなストリングスを入れてます。ここ一拍目抜いたとして、こうでもいいし、どんなパターンがあるかっていうと、こういかないで、例えば5連符とかで駆け上がりして、駆け上がりにして、この一拍ブレイクですね、この強さには持っていきますね。別に好きなんですけど、僕がやっぱそのさっき言ったインスピで思いついたのが、上から華やかに落ちてくるみたいな、これはもう本当また僕も変えるかもしれないです。それをもうなんかね、もうプライドなしに変えていきますね。あ、ミスってたみたいな。あ、で、なんかここ下がこう動いてるんですけど、まあ、これも、まあ、ビオラが今入ってないですけど、これ何かっていうと、そうだ、これ前半にも入れてるんですけどね、なんかこう一緒に上と動いてあげたいんだけど、チェロ動くじゃないですか。でチェロってこの今メロディやってる人たちと別なんですけど、これだけ動いても目立たないので、ベースを目立たせるのはバンドだとやっぱベースなんですよ。なんでここは実はベースとユニゾンというかね、ミソドミで、ベースもミソドミ、音域は違うんですけど、これ音域違くても大丈夫ですね、ミソドミ。そうするとなんかチェロも一緒に聞こえてきます。でそんなわけで、こっちも入れたいんですけど、ちょっとこっちやってなかったですね。これもミソドミなんですけど、ミソドミって言って今度変わってますね。こういうのを入れてあげるとちょっと低音に一瞬耳がいきます。
なんか謎の動きとかは意味がないとやんない方がいいです。これはチェロで入れたいから、ベースでなぞるようにしてるっていう。で最後のとこなんですけど、これはねちょっと上のガイドライン、下は絶対入るんですけど、鍵盤でオクターブでパッと弾いたもの、これはまさにメロディーが例えばここドを言ってるので、ドに被らない僕はミを選択してます。でここでも、さっき僕が言ったルールみたいなのが出てきて、ここ F 確か F マイナーなんですよね。ドゥドゥって言った時のこの時に F マイナーに行くので、アレンジチャンスってやつですね。ドレミアソラシドにない音に行く。つまりこう今ラのフラットが出てきてるんで、もう率先してこれラのフラット言ってます。その方が絶対的におしゃれになるっていう、もうただ考え方はそれだけです。あとこれちょっと難しいのが、譜面で書くと見えてくるやつとかもあるんですけど、なんかこれが弦楽器だったわっていう弦楽器らしさみたいなね、フレーズってやっぱあって、で譜面上で思いついたやつで、例えばこれを整えてね譜面にした時にこれじゃない方がいいわっていうのもまた出てきたりします。よくだから僕は譜面上で最終的な音を全部書くんですけど、実際はここに入れてるのをある意味ガイドっちゃガイドですね。シードっていくのでドに当たらない僕はレミっていうのを入れてるんですけど、まあ、なんかあんま良くないのがこれベースが E フラットなんですよ。そうなんですね、ベースとねこれが一緒になっちゃうんで、なんかパートがもったいないんですよねこれね。で本当これちょっと流れ無視して弾くと、これやっぱ外かの方が広がるんですけど、でもこれ下に行っちゃうと音域的にちょっと無理が出てきたり、やっぱシからソにここいきなり跳躍するの、ちょっと跳躍しすぎかなみたいな、なんか重要な音程すっ飛ばしてませんみたいなね。いけんのかな、シレソとかいけんのかな。やっぱあんま好きじゃないですねこれね。次コロミスいきます。シドレソとか行くんだったら、やっぱここのアタックの瞬間に、このこれです C マイナーオン E フラットっていうコードが鳴ってて、やっぱアタックの瞬間ってすごい重要で、そこってやっぱ印象残るんですよね。どうしてもやっぱベースとこれ一緒だなみたいな、3オクターブかみたいな、めちゃめちゃ重いみたいな。なのでやっぱソにすると多彩になって、その嫌な重さが消えるというか、こういうとこはちょっとパズルゲームプラス歌いやすさ重視というか、前も言ったかもしれないですけど、そのやっぱ裏メロがいいとほとんど名曲になってくんで、だから最初のここはメロディアスに振り切ってるんですけど、ここは割と白玉かなと思って、ここの部分エンディングでちょっとメロディを変えた部分なんですけど、前回のだとねちょっとすごいずっと迷ってたんですよ動画で、どうしようかな悩んでて、でなんかこうイントロさっき軽快にした時に透明感というか軽さを重視してアウトロも作ったら雰囲気保てるなと思って変えてみました。やっぱイントロって重要ですね、全てを決定づけてくれますね。軽快さっていうと、まあ、浮遊させるとかね、そういうのになっていくんですけど、やっぱルートがベースだとあんま軽快さ出ないんですよ。なのでさっき話したんですけど、第一展開系って言ってドミソだったらミを下に持ってきてこうするみたいな、C4E E分の C にするみたいな、これやっぱ透明感出る。で F にするに至っても A 音 F、 例えば G にしてもソシレの C を下に持ってきて G 音 B みたいなやっていくんですけど、まあ、これも一つの軽快さなんですけど、もう一つ僕がやってるの浮遊って言ってキーをあんま確定させないっていうのがあって、これちょっとメロディーだけ聞いてほしいんですけど、まあ、今のタデタミはこれ普通に G です。 G、この G4 Dm7
で最後ミのフラットがちょっと出てくるんですね、これね。でこれ、まあ、ちょっとブルージーなフレーズになるわけです。これもさっき言った、Cマイナーから借りてきてるんですけど、こういう時によくやる進行はみたいな、よくこれアニソンであるやつです。これはこう今僕が弾いたのは、キー C で、A フラット B フラット C というこれでめちゃくちゃよくあります。フラット6フラット7一度っていうなんか未来感出す、めっちゃ聞きますよね。一番考えた最初に考えた人も本当に天才ですね。これ俺もこれ知ったの何なんだろう、ミスチルかな、ミスチルかな、ミスチルがやっててすげえなと思って使うようになったら、あ割とみんな使うんだみたいな。でこれは浮遊、こうコードが変わった時は浮遊するものを、着地はどうせ C なんですけど、これ根本的に浮遊させたいなら、違うキーの2-5とかを持ってきちゃうみたいな。この最後のところでルートだけ見るとキー C なんだけれども、でメロディーもドで終わるんですけど、 E フラ F B フラっていう B フラットキーの、451みたいなベースを打ってます。それを違うキーの451とかをやりながら C メジャー、まあ C マイナーから借りてきてるようなメロディーがあるんですよね、うん、そうです、ダメです。でもまあある意味適当でもいいんですけど、ただスケールに合わないとダメですね。今ドっていうメロディーなのでこれじゃ嫌だなと思ったんですよ。よくよくある。なのでっていう、普通に考えたらみたいに普通に終わるとこなのに、他のキーのやつで C メジャーで終わるみたいな。でここも、そういう進行にしてるので、まさに C にないコードのオンパレードです。ストリングさんはそっちに行きましょうと、ドってメロディーいるけどストリングさんミで、これはなんか動いてるなっていう感じですけど、これは本当コードと、そこのコードが鳴ってるスケールに合わせて決めにダーンタラララッタタって行きたいだけです。ですね、ストリングスで何か入れたいときにちょっとヒントとなるのが、とりあえず順次進行で動くんですよ。その順次進行っていうのは3度とかも跳躍になっちゃうんですけど、2度隣スケールの隣の音、順次進行で動いてって結構同じ音形をつなげてあげると、なんかそれだけでキャッチになります。ここ A フラットオン B フラットですね、ミファソーラシってこのコードの中で動いてて、次これがD on E っていうやつなんですよね。 D on E ってやつなんですけど、これ僕の中でここはキー G なんですよね。 G メジャーです。こう僕今頭の中で流してるのは、なんでファシャープだけついてるんですけど、それだけ気をつけてただスケールを上ってってあげるっていう、ここはキー C のドミナント、 G に普通に G になりましたっていう、なんか順次進行でつなげてあげると形になるよっていう。ということでちょっと内製とかは入れてないんですけど、一旦このガイドライン、弦のガイドラインとしては出来上がりました。はい、ではまあ一応暫定でもストリングスをまずは最後まで入れたので、おまけと言いますか、アルペジエーター的なシーケンスのようなものを入れようなんて思って、これ実は上にコード書いてあればですね、下にドラッグアンドロップでこう持ってこれるんですけど、弾けちゃう人は自分で弾いちゃっていいと思います。僕も今普通にコードを弾きました。で今回このマッシブ X っていうので入れてみることにしたんですけれども、コンプリートコントロールのアルペジエーター機能を使ってアルペジエーターを入れてみました。まあ、ちょっとディレイもかけて結構飛ばしてるので、こうなんかディレイで尻尾がねつきすぎちゃうとちょっとファンタジーになりすぎちゃうんで、ディレイなければこういう感じです。でゲートが短いか長いかで結構変わるので、
ね、左右に触れてると僕結構好きなので、オートパンかけちゃおう。これ割と、アルペジエーター入れるときに僕の場合はそのあんま本当実音が見えちゃうと結構耳で追っかけちゃうんで、なんかなんだかわかんないけど後ろにパラパラいるっていう状態がなんかキラキラを演出できるなとは思っていて、あんま一定な周期じゃない方が割となんかランダム感が出て揺さぶられていいかなと思います。これ人力でね入れてもいいんですけど、まあ使える機能は使えるということで、コンプリートコントロールのこのアルペジオ機能はとてもいいと思ったので使ってみました。ちょっとウィンドチャイムを足そうかなと思ってるんですけど、まあ大体なんかねセクションの切り替わりにインパクトの話じゃないですけど、どこか切り替えにこういうのを入れておくとそこの印象がガラッと変わります。で僕の場合なんかこうスッと抜けたりとかサビ入ったりっていうところにも入れるんですけど、まあ、A メロでね入れたりしても結構いいかなと思って、でこの曲も A に入るときにねベースが結構高音に行ったりするのでスッと変わるところかなと。頭ジャストでこうやって入れるってよりもちょっと前からこう引きずるようにね入れるっていうのが、いいかなと思いますね。ちょっと低いかな、もしかしたら。僕なんかこういう時は大いにね、キューベースの胃腸機能というのを使えます。この上に出てるやつですね。1、2とかだったら全然便利なのやりますね。こんぐらいの機能が合うんじゃないですかね。でウィンドチャイムなんかも左から右にパンをずらしてあげると、左から右に流れるような、オートメーションを書いたパンでウィンドチャイムを頭に入れてます。これで聞いてみましょうかな。流し合うっす。的な感じですね。アレンジを今回まあやってみて思ったのが、やっぱ最初のデモメロディを作る時の大事にしてた、インパクトというか、まあ、そういうのも結局さアレンジの最後まで生きるとこと生きないとこあるにしても、やっぱ生きるとこの方がとても多いので、やっぱ作る時に、まあ、自分がなんかこう意識してるものはもうデモの最初のメロディーであるんだなというのは僕も再認識できました。アレンジをやって、とても難しいと思うのは、まあ、なんか問題点が一つだけじゃないというところですね。で例えばさっきみたいにアルペジオを入れたんですけれども、これも例えば B メロにもすごい合うんですけど、すごい合うんですけど、サビにいなくなると寂しい、でもサビまで続けるとしつこい、じゃあどっちかにしようかなとか、こういう選択だったり、でそもそもなんかドラムの音がしょぼいなみたいな、つまり音色、これなんか音色変えば済む問題なのにとか、まあ、いいそういうところも左右してくるし、対比的な、ね、メロディーこっち動いててこっち動かないとか、でも実は2つも動いても面白いじゃんとか、
なんかそういったなんか例外だらけで、あの耳に聞いてもうかっこいいと思ったものを信じてやれれば一番いいかなと思います。まあ、あとはそのやっぱ偉人がいるのでそういう人たちの聞いて研究するっていうのは大事だと思います。ありがとうございました。